い、こんばんは、嵐の風谷亮明です。今日のオープニングの一言はラジオネーム桃太郎の国のポン太郎さんからいただきました。ご紹介しましょう。毎日給食中に放送委員による放送が流れるのですが、とある日の放送で放送委員の話が終わると突然私のクラスの男の子が〇〇ですと自分の名前を言い、委員の子と交代して放送し始めました。その男の子を K 君とします。 K 君は放送委員ではありません。すると僕の言いたいことがあるので放送委員の人に時間を借りました。僕 K は〇〇ちゃんのことが好きです、付き合ってくださいと、私と同じクラスメイトの女の子に告白したのですって。その女の子は顔を真っ赤にしクラスメイトは爆笑の渦に巻き込まれたのですが、放送委員はそれがなかったかのようにリクエストの曲に流れをつなげていました。実は去年の夏頃2人は付き合っていたらしいのですが、女の子は振って別れていたそうです。他の男子はこのことをかっこいいと言い、女子から恥ずかしいからかわいそうと意見が分かれていました。皆さんどう思いますか。だってどうですか。そうなんだよね、別れているっていうことが問題なんだよね。もう結果が出ていると。でもそれでも言ったから男子諸君はかっこいいんじゃないかってなったっていう。私だって絶対しない。私リスクがあることあんましないから。いや、若さゆえのさ、こう情熱の向け方っていうか、すごい、うん、できない。だって考え、同窓会とかで毎回言われるんだよこれ。絶対毎回だよ。いや、仮に結婚したとしようよ、その二人がね。したらなんかさ、いい話なのかな、それで。まあ二人にとっていい話なのかな。で毎回言われるんだよ。もうそのうち恥ずかしさとかもなくなってきてさ、普通に聞けるような時になってさ、誰も笑わないのにまだ言ってくるやつとかいるんだよ。いや、俺はできない、こういうのね。さ、すごいなと思っちゃう、やっぱこういうの。うん、まあね、まだまだこのようにオープニングで僕はすぐ一言皆さんから募集しておりますので、詳しいエピソード付きで送ってきていただきたいと思います。